今回はるろうに剣心の主人公、緋村剣心について解説していきます。作品についての知識がない方にもなるべくわかるように解説しているつもりなので、最後まで見ていただければ嬉しいですが、それゆえにネタバレ注意です。まずは概要を見ていきましょう。彼は人を斬れない刀、逆刃刀を持ち、人を助けながら当てもなく彷徨うるろうにとして活動しています。赤く長い髪と頬の大きな十字傷が大きな特徴です。見た目は非常に若く見えますが、初登場時ですでに28歳とジャンプの主人公にしてはかなり高齢に設定されています。るろうに剣心の主要人物の中では身長が小さく、柔和な雰囲気を醸し出していることから甘く見られることが多いですが、実際にはむしろ作中トップレベルの実力を持った人物です。江戸幕府の討伐をする維新志士として戊辰戦争で戦って数多くの人を斬り続けており、戦争が終わってもなお人斬り抜刀斎と呼ばれて恐れられています。戦闘時には目つきが鋭くなるほか、一人称が拙者から俺に変わっており、強烈な殺気を感じさせるほど雰囲気が激変します。殺さずの誓いを立てており、戦争終了後はどんなことがあろうと人を殺さずに生きることを決めているのですが、強敵との戦いで人斬り抜刀斎時代の自分が顔を出してしまい、相手を殺しそうになる自分とも戦っています。次は性格について見ていきましょう。性格は非常に優しく温厚で、割とどんなことをされても許してしまうようなタイプです。大体はおろろとうろたえるだけで済ましてしまいますね。困っている人を放っておけず、首を突っ込んで助けてしまうお人よしなところがあります。そんな剣心が許せないのは他人の幸福を踏みにじるような行為です。目の前の悪は見過ごせず、争いは好みませんが、この時ばかりは剣を振るうこともしばしば。意外としたたかなところがあり、特技が口八丁であることからもわかるように絶戦では相手を翻弄します。剣心の過去。剣心の過去は率直に言ってかなり暗いです。生まれは貧しい農家で、新太という名前を付けられていました。ある日親が感染症で亡くなり、人身売買されることになります。同じく人身売買で売られることになった三姉妹と仲良くなるのですが、なんと仲良くなったその日に三姉妹は野党に人身売買のオーナーごと殺害されました。剣心は偶然現れた飛天御剣流の使い手、彦星十郎に助けられます。その後、剣心は人身売買のオーナーや自分を襲った野党も含めて皆を埋葬しました。このシーンからは剣心の優しさがすごくわかりますね。彦星十郎はこの優しさを見て心を打たれ、剣術で人々を救う飛天御剣流の後継者にふさわしいと感じ、剣心もまた誰かを助けたい思いから彦に弟子入りすることになりました。剣客になる際に新太という名前は優しすぎるので、この時から剣心と名乗ります。修行で剣心は飛天御剣流の大体の技を覚え、10代前半にして作中でぶっちぎりの最強剣士である彦星十郎に近い実力を手にしました。そしてわずか14歳の頃、優しさゆえに江戸幕府による弾圧で困っている人々を見過ごせず、維新志士の戦士として戦争に赴き、世のため人のために剣を振るうこと、新時代のために人を殺すことを誓いました。来る日も来る日も天中という大義名分のもと、幕府側の人間を何人斬ったかわからないほど殺し続けます。剣心は誰もが笑って過ごせる新時代のために甘さを捨てており、もうすぐ結婚してやっと幸せになれる、妻も幸せにしてあげられる、だから何としても生きたいと強く願う者すら何のためらいもなく切り捨てています。この時、男の生きたいと思う強い気持ちにより剣心は頬に一本の傷をつけられました。そんな剣心の心境が変わる出来事が訪れます。幕府側のスパイによって剣心が身を置いている団体が危険にさらされて、雪城智恵という女性と共に過ごすことになりました。彼女と触れ合っているうちに心の温かみが徐々に戻ってきており、暗殺者になる前の心情を取り戻しつつありました。そして智恵と結婚し、幸せな日々を過ごします。しかし喜んだのもつかの間、智恵は暗殺集団闇の部にさらわれてしまい、剣心は彼らとの戦いに挑みました。彼らは複数人がかりの上、倒しても死に際に死角等の感覚を奪ってくるので剣心も満身創痍。
そして敗北を覚悟して最後の捨て身の一撃を放つとき、巴が割って入り、剣心は相手ごと巴を切り裂きました。こうして剣心は命に代えても助けたかった巴を自らの手で殺してしまったのです。巴の死に際にてから小刀が滑り落ち、剣心の方に二つ目の傷がつき、十字傷となります。それからしばらくして剣心は巴の日記を発見。そこにはなんと剣心に殺されたなんとしても生きたかった男が巴ともうすぐ結婚するはずだったものだと書いてありました。実は本来巴は剣心に対する復讐のために近づいていたことが判明。しかし結婚して剣心の優しさに触れて変わり、最後は剣心をかばって死亡したのです。巴もまた悲しき人生を歩んでいました。剣心は大きな罪の意識を感じ、これまでは何が何でも相手を切っていましたが、ここからはたとえ戦争でも逃げるなら殺さないという考えに変わります。しかし時代は剣心に安息を許さず、この先は暗殺者から遊撃剣士、つまり前線に出て戦う役に任命されており、さらに多くの殺人を繰り返しました。剣心の大活躍で薩長同盟は戦争に勝利し、平和な明治時代が開かれたのですが、剣心の心情は人を殺した罪の意識でいっぱいでした。罪滅ぼしをするかのようにこの先は人を殺さない殺さずの誓いを立て、切れない刀である逆刃刀を持って当てもなくさまよう流浪人として困っている人を助けながら仲間たちと共に過ごしています。そして第1話に続くという感じですね。流浪人剣心は比較的華やかな印象のある作品ではありますが、戦争中の物語ということもあって剣心以外にも辛い過去を持つ者はたくさんいます。老いたちの解説でかなり暗くなってしまいましたが、気を取り直して剣心の技について見てみましょう。まず、先に挙げた通り剣心の使う剣術は彦星十郎に教わった最強剣術、飛天御剣流です。この流派の特徴はどんな時代でも弱き人を助けるためにあるという理念から、様々な状況に対応できるよう達したようで、剣での直接攻撃だけでなく遠距離攻撃や音での攻撃など取り揃えています。また、複数の敵に対抗できるよう作られており、使うには常人離れした剣の速さ、身のこなし、相手の動きを先読みする力が必要です。技の負担に耐えることができるがたいの良い人間が使うことを想定されているので、剣心のような小柄で痩せている者には本来向いておらず、徐々に体を蝕んでゆき最終的には使えなくなるであろうことが示唆されています。つまり、剣心は作中では最強レベルでも飛天御剣流継承者としては弱いのです。しかし技は全て隙を生じぬ二段構えなので全く隙がなく、まさに最強にふさわしいと言えるでしょう。それゆえに悪用されないよう、どんな勢力にも属さずに目の前の困った人を助けるためだけに使える人間が扱うのが望ましいとされています。なので剣心が戦争で薩長同盟側に就こうとしたのを彦星十郎は止めていました。では前置きはこれくらいにして技を見ていきましょう。双遊戦。双遊戦は飛天御剣流の基本とされている抜刀術で、刀を鞘に収めた状態から神速で振り抜くシンプルな技です。外しても鞘での攻撃につなげることができます。土遊戦。土遊戦は刀で土を飛ばして攻撃する遠距離攻撃です。銃に対抗するために使われました。飛遊戦。こちらも遠距離攻撃で、親指で刀を飛ばして攻撃します。作中では殺さず時代の剣心が使ったので刀の持ち手側が相手に当たるようにしていますが、おそらく本来は刀の刃側を当てて殺す技だと思われます。流送戦。流送戦は滅多打ちにしてフルボッコにする技です。流追戦、流昇戦。流追戦は上からの叩きつけ、流昇戦は下からのかち上げで、フルチン、サー戦という具合に二つを連続で使えます。流感戦。流感戦は相手の攻撃の威力を利用して切りつける回転カウンター攻撃です。流明戦。流明戦は刀を超高速で鞘に戻すことで高周波を発生させて相手の聴覚を狂わせる技です。耳が良い相手には特に有効。飛天御剣流五連撃。
劉追戦優勝戦を放った後、回転技の劉関戦の派生攻撃である劉関戦小枯らし、劉関戦つむじ、劉関戦嵐の合計5発を連続で放つ技です。隙を生じぬ二段構えどころではなくオーバーキル気味ですね。空耳ネタでは色々ネタにされています。詳しくは各国の飛天剣でググランカー。クズ流戦。クズ流戦は飛天剣流の神速を最大限に発揮して9連打を同時に行う必殺技です。回避も防御も不可能なのでかなり強力で、彦星十郎は最も得意としています。こちらも空耳ネタで色々ネタにされていますね。詳しくは各国の飛天剣でググランカー。甘かける流のひらめき。甘かける竜のひらめきは飛天剣竜の奥義で最強の技です。その正体は神速を超える神速の抜刀術、つまりシンプルな居合斬りで、本来抜刀術は右足を踏み込むところですが左足で踏み込み、それによって刀を加速させます。左足での踏み込みはバランスを崩したり自分の足を切ってしまう危険があることから、極限状態では確固たる生きる意志が必要不可欠であり、後ろ向きな気持ちが少しでもあると成功しない非常にリスクの高い性質を持ちます。特に謙信は幕末の戦争で大勢殺した罪悪感から自分の命を軽んじるところがあり、生きたい気持ちが欠けているところがネックとなっていました。しかし成功すれば絶対の威力を持ち、一発目がかわされたり防がれたとしても、神速の刀に弾かれた空気が元に戻ろうとする動きによって相手を引き寄せさらに強力な二発目で仕留めることが可能です。剣心の持つ特殊な逆刃刀でなければ確実に人を殺す奥義であり、この技の伝授が完了すると飛天剣流の全てをマスターした継承者として認められるのですが、その際に師匠がクズ流戦を放ち弟子が甘かける流のひらめきで返すという習わしがあります。したがって、甘かける流のひらめきが成功すれば師匠は死に、失敗すれば弟子が死ぬのです。彦星十郎も先代の師匠を甘かける流のひらめきで殺すことで飛天剣流の継承者になりましたし、自分の命を懸けて剣心に伝授しました。これは彦星十郎の剣心への愛がわかる感動の名場面で、大変人気があります。作中での大まかな活躍。ここからは剣心の作中での活躍について順序別かつ大まかに触れていきます。1、初登場。初登場の段階から流浪人として日本を放浪しており、人斬り抜刀斎を名乗る偽抜刀斎からヒロインで後に妻となる神谷薫を守って、彼女の家である神谷勝親友の道場に居候することになりました。2、強さを求める少年ヤヒコが仲間になる。ヤクザの元でスリをしている少年ヤヒコを諭し、自分の誇りを守れるくらい強くなりたい彼の意志を汲んで神谷道場に入門させます。3、二重の極みアーが仲間になる。剣心の属していた維新志士が大嫌いな喧嘩や、相良佐之助と出会い戦闘になり、剣心が勝利して仲間になりました。その後は信頼関係を築いていて、佐之助は最も頼りになる仲間と言っています。4、作中最初の超強敵、黒笠の有道陣営との戦い。流儀も何もなく人斬りを楽しむ有道陣営は殺さずの誓いを立てて平和ボケした剣心の力をはるかに上回っていました。が、剣心は薫を人質に取られて陣営を殺すことを決めて人斬り抜刀斎に戻り勝利。個人的にはこの時の、俺が殺すと言った以上、お前の死は絶対だが震えるほどかっこいいと感じました。4、アヘン女めぐみとの出会い。ヤヒコ、佐之助と共に危険薬物アヘンの販売をする武田を止めることになり、アヘン作りに嫌気がさして逃走した高見めぐみと出会い、それを追いかける隠密を庭番との戦闘になります。5、篠森青氏との戦い。篠森青氏は隠密を庭番を頭で、剣心と同じレベルの戦闘力を持っており武田の用心棒として活動していました。そして彼に勝利し、アヘンの事件を解決。6、雷獣多大先生との戦い。めっちゃ強そうで実際強い小物、イスルギ雷獣多との戦いに勝利し、メンタルを破壊して再起不能にさせました。7、最強のライバル斎藤はじめとの戦い。
剣心が一切り抜刀斎時代に何度対決しても決着がつかなかった最強のライバル、斎藤はじめが突然押しかけ戦闘になります。ここで盲導陣営戦と同様、いや、それ以上に一切り抜刀斎時代に近くなり激闘を繰り広げました。剣術だけでなく身の回りのものすら使った激闘で、平和な明治時代からは考えられないような殺伐とした戦いであることからとても人気がある回です。8、獅子王誠討伐を決める。流浪に剣心で最強の悪と言える獅子王誠が国取りを狙っていることを明治政府の人間から聞き、彼を止めるために戦うことを決めます。獅子王誠は剣心が暗殺者から前線で戦うことになった際に代わりに暗殺者となっており、平和な明治では存在が邪魔になって仲間だった明治政府に裏切られて暗殺されかけ、串刺しにされた上に燃やされて重い全身やけどまで負わされているので剣心に助けを求めるのはお門違いなのですが、それでも助けてしまう剣心の優しさがわかる回となっています。剣心も暗殺者なので下手すれば獅子王のように切り裂かれて焼かれていたかもしれないのにすごいですね。また、斎藤はじめも獅子王誠討伐任務についており、とりあえず仲間になりました。9、瀬田宗次郎との戦い。獅子王誠の側近である瀬田宗次郎と戦い、決着はつかなかったものの酒場刀がおられます。10、城との戦い。獅子王誠の部下である10本刀の一人、刀狩りの長との戦いで新たな酒場刀をゲットし、長を倒します。が、この先の戦いでは一切り抜刀斎の心に支配されかねないことを懸念して、流浪二のまま勝てるようさらなる強さを求めることになります。11、飛天御剣流奥義を習得。師匠の彦星十郎を訪ね、九頭竜戦と天かける竜のひらめきを習得。これで飛天御剣流の全てを得得し、殺さずを貫いたまま一切り抜刀斎時代以上の力を手にしました。12、篠森青氏との再戦。青氏の切り札、回転剣ブロク連と天かける竜のひらめきがぶつかり合い、分厚い紙一重の差で勝利。13、瀬田宗次郎との再戦。宗次郎の感情欠落により気を感じることができず劣勢でしたが天かける竜のひらめきで勝利。14、獅子王誠との戦い。佐之助、斎藤はじめ、青氏と協力して獅子王誠と戦いました。飛天御剣流五連撃、九頭竜戦、天かける竜のひらめきを使っても倒せず敗北の一歩手前まで行くが獅子王誠の活動限界が来て焼け死に、なんとか勝利。15、雪城恵西との顔合わせ。剣心が巴と結婚予定だったものを殺したことで巴の弟、恵西の人生はめちゃくちゃになり、誰よりも大切にしていた姉の巴まで剣心に殺されたことで白髪になるほどのショックを受けました。その復讐をすべく剣心とその仲間たちを狙う彼との戦いが始まります。16、雪城恵西との戦い。いよいよ恵西と剣心の戦いが始まり、天かける竜のひらめきと恵西の切り札古福絶刀制のぶつかり合いとなりました。この時の剣心は恵西の人生をめちゃくちゃにした罪悪感からメンタルに隙があり、天かける竜のひらめきの力を出し切れず競り負けます。17、廃人化。天かける竜のひらめきを破った恵西は薫を殺そうとするのですが、まだ闘志の折れていない剣心が止めようとします。が、隙をつき恵西は薫を殺害、剣心は大切な人を守れなかった絶望で廃人となりました。そして仲間たちの励ましも恵西への仇討ちをしようという声も虚しく、廃人たちが集まる落人村へ。18、復活。落人村で剣心は薫を守れなかった自分を責め、思いにふけりました。その中で常に考えていたのはたくさんの人を殺したこと、妻の巴を殺したことです。それから罪の償い方をずっと考えます。そして過去を振り返り死ぬほど苦しんで見つけたのは原点である目の前の人を助けたいという気持ち。仲間の仇討ちではなく助けてほしいという声に応え剣心は復活しました。19、再び雪城恵西戦へ。雪城恵西は姉の巴を失ったトラウマから若い女性を殺すことができず、殺されたと思った薫は人形で生きていました。そして剣心は助けるために雪城恵西との戦いへ再び臨みました。20、雪城恵西との最終決戦。
最終決戦では巴の仇を前に憎しみを前面に出して神経を異常に研ぎ澄ます江西が圧倒的に強く、窮地に立たされました。しかし神経を研ぎ澄ましすぎたゆえに聴覚を攻撃する有名戦がクリーンヒットして互角の勝負にもつれ込みます。そして最後にまたしても互いの切り札である天かける竜のひらめきと克服絶倒性がぶつかり合いました。前回の剣心は巴や多くの人を殺した罪悪感から天かける竜のひらめきの要となる踏み込みが甘く、江西が勝りましたが、今回の剣心は目の前にいる人を守ることで罪を償うという人生の答えを見出せたので、迷いなく踏み込み完璧な天かける竜のひらめきを発動。江西に勝利しました。21、そして、戦いが終わってから数年後、剣心は薫と結婚して酒場と大弟子的な存在である弥彦に譲り、次世代に託し物語を終えます。今回は以上です。誰よりも優しく、優しいがゆえに人を殺し苦悩した主人公、日村剣心を取り上げてみたのですがいかがでしたでしょうか？ご視聴ありがとうございました。